それでは定例の記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事から発言がございます。皆さんおはようございます。去る4月13日土曜日でしたけれども、東北中央自動車道の南陽高畑インターチェンジから山形上山インターチェンジ間が開通いたしました。本当に喜ばしいことでありまして、県民の皆様と喜び合いたいと思います。多くの皆様のお力添えのおかげで開通を迎えることができたと思っております。今回の開通によりまして、東北中央自動車道は東根北インターチェンジから南側が首都圏まで高速道路でつながりました。さらに南東北エリア3県の県庁所在地であります山形市と仙台市と福島市が高速道路で環状に結ばれました。約この県域の人口は約230万人であります。大変大きな経済圏域となりますので、人の流れや物の流れが変わると思います。交流人口の拡大や地域活性化に向けて3県が連携してしっかりと取り組んでいくことが大切だと思います。また東北自動車道、山形自動車道、東北自動車道によるダブルネットワークが形成され、国土強靭化にも寄与すると考えております。10連休も間近となりました。県内外の方々やインバウンドの方々など、たくさんの方々に山形県を訪れていただいて、本県のおいしい食や温泉、美しい自然や伝統文化などを堪能していただきたいと思っております。今後とも山形創生の基盤となる高速道路ネットワークが一日も早く完成するよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。では恒例となりましたイベントや祭りのご紹介であります。先週9日の酒田市日和山公園、そして10日の山形市花城公園の開花を皮切りに、県内各地から桜の便りが届いてきております。今回は桜関連のイベントを中心にいくつかご紹介したいと思います。なお桜関連のイベントの一覧をお配りしておりますので、後ほどご覧になっていただきたいと思います。山形城跡の花城公園は約1500本もの桜が並ぶ山形市内随一の桜の名所です。日没後は馬見ヶ崎桜ラインとともにライトアップが行われ、幻想的な夜桜も楽しめます。それから鶴岡市の鶴岡公園は、庄内藩主でありました坂井家の居城鶴岡城跡に整備した公園であります。日本桜名所100選に選ばれた桜の名所でございます。現在インスタグラムフォトコンテストも行われております。4月20日と21日に天童市で第64回天童桜祭り人間将棋が開催されます。天童の春を彩る人間将棋では、約2000本の桜が咲き誇る舞鶴山を舞台に、甲冑や着物姿に身を包んだ武者や腰元たちが将棋の駒となって、プロ棋士などによる対局が行われます。20日土曜日の子ども人間将棋では、株式会社デンソーが開発した将棋大指しロボットと小学生選抜チームの対局が今回初めて行われます。そのほか21日は藤井聡太七段の師匠であります杉本昌隆八段と宮宗志乃女流二段によるトークショーが開催されます。また4月20日から5月5日まで新庄市の最上公園では、ぼんぼりによる桜のライトアップが行われます。会場には出店も並び、和やかな雰囲気の中でお花見を楽しむことができます。さらに4月12日からイベントが始まっておりますが、5月6日まで、南陽市で赤湯温泉桜祭りが開催されます。
日本桜名所100選の地である烏帽子山公園のソメイヨシノや江戸彼岸など約1000本の桜が咲き誇り、山全体がピンクに染まる絶景を楽しむことができます。期間中は桜の苗木プレゼントや伝統芸能暴れ獅子太鼓なども行われます。最後に4月20日と21日に米沢市で道の駅米沢開業1周年感謝祭が開催されます。山形愛の武将隊の演舞やステージコンサートのほか紅白餅の振る舞いや米沢牛の特売が行われます。県民の皆様にはぜひお出かけいただければと思います。では私から発表が1点だけございます。天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位に合わせて県民の皆様から天皇陛下に対する感謝の思いや皇太子殿下に対する祝意、お祝いの意ですね、祝意について記帳を受け付けることとしましたのでお知らせをいたします。記帳書は4月30日火曜日と5月1日水曜日の午前10時から午後5時まで、県庁舎と4つの総合市長並びに西村山、北村山、西沖玉の3つの地域振興局、合計8カ所に設置いたします。県民の皆様にはぜひご記帳いただければと考えております。よろしくお願いいたします。以上です。それでは代表者さんからご質問をいただきたいと思います。NHK の進藤です。よろしくお願いします。はい。避難勧告のガイドラインについてお伺いします。はい。先月ですね、内閣府はその、避難勧告のレベルを用いたですね、新たなこう避難勧告などを促す新たなガイドラインを、まとめて公表しましたけれども、これについてですね、知事の受け止めをまずお伺いしたいのと、もう一点は住民、避難に呼びかける自治体になるんですが、こうしたところは新たなこうガイドラインになったことで混乱するのではないかという部分もありまして、県としてどのような対応対策というのを考えていらっしゃるのか、その2点をまずお伺いします。はい、わかりました。ではまず受け止めについて申し上げます。昨年7月の西日本豪雨の際に避難情報が住民避難に結びつかなかったことなどを教訓に、この度内閣府におきまして、避難勧告等に関するガイドラインの改定が行われました。内容は、住民の方が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルによって分かりやすくお伝えすることとしたものであります。具体的には警戒レベル3で高齢者等の避難開始、警戒レベル4で全員避難、警戒レベル5を災害発生情報として命を守るための最善の行動を取っていただくとしておりまして、避難のタイミングの明確化が図られました。洪水など緊急時におきましては安全な場所への迅速な避難が何よりも重要であります。新たな警戒レベルを用いた防災情報が県民の皆様の避難行動にしっかりと結びつくよう周知していくことが大切だと考えております。次に県の対応について申し上げます。この度の新たな警戒レベルは今年の梅雨入りの時期から運用される予定であります。そのため県では先週の4月10日に各市町村、各消防本部、山形地方気象台などによる山形県市町村防災対策連携会議を開催いたしました。新たな5段階警戒レベルの内容を説明して
県民の皆様に対する周知などについて、今後の取り組みを協議したところであります。本県におきましても、昨年8月の豪雨の際に、多くの市町村で避難指示、避難勧告が発令されました。発令時刻が夜間、夜ですね、夜間となってしまった地区や、豪雨の最中だった地区などもありまして、避難場所に避難された方は、避難対象者の 5% 程度という状況でありました。避難情報を住民の避難行動に結びつけるためには、防災・危機管理情報の広報をはじめ、地域の防災リスクや、地域の災害リスクや、避難情報等の理解を深めるための防災教育、そして積極的な自主防災組織の活動が重要であります。そのため県では今年度出前講座をはじめとする防災教育や自主防災組織のリーダー等を対象とした実践的な研修に取り組みますとともに、ホームページやツイッターなどの SNS を活用して、正確な防災危機管理情報を県民の皆様に迅速に発信してまいります。県としましては梅雨入りの時期に向けてスムーズに運用を開始できるよう市町村や関係機関と連携を図り、県民の皆様に対する周知を行ってまいります。以上であります。これからその関係機関に向けてのと連携を図って周知ということだったんですが、はい、どういったことに留意して具体的にはどんなことをやりながら周知していくということをお考えなんでしょうか。具体的な新たな、ガイドラインということになっているので、こうした部分を自治体に側に、ね、住民に、正しくこう伝えていくため に県としてはどういった対応がこれから連携してやっていきたいなとお考えがあるんでしょうか。そうですね、はい、4月10日に連携会議を開催して、5段階警戒レベルの内容を説明したということでありますけれども、やはり県民の皆さんにその5段階の情報をですね、しっかりと理解していただくことがまずは第一なのかなというふうに思っております。ですからそこのところ市町村や関係機関と連携してですね、まずしっかりと周知していく、そのことがやっぱり最も重要なのかなと思っております。どういった方法でそれを連携して伝えていくという形になるんでしょうか。方法ですか、はい、方法といいますのはその、連携会議もあるかと思いますけれども、具体的なものすごく具体的な対策ということではちょっと担当に聞いてみたいと思います。防災暮らし安心部次長橋本でございます。ただいま知事からございましたとおり、この今回のガイドラインの改正内容のポイントを県民の皆様にやっぱり十分周知していく必要があると、そのためには県市町村あるいは国の関係機関なども連携を図りながら周知を図っていくというようなことになるわけですが、例えば具体的には市町村での広報誌あるいは自主防災組織への周知、例えば隣組の回覧といったようなものもございますし、県といたしましてもホームページやまた SNS などを活用した情報発信を行いまして、特に今回の改定でポイントとなったレベル、そしてレベル4であれば避難開始だと、レベル3であれば高齢者等避難だといったような内容を十分理解していただけるような広報を進めていきたいというふうに現在考えております。知事からございました連携会議の方でございますけれども、5月中旬2回目を開催をいたしまして、市町村のあるいは私ども県の取り組みなどを取りまとめていきます。
きたいというふうに考えております。あと何よりも県民の皆さんがですね、テレビや新聞をご覧になると思いますので、皆様方からもぜひ周知をしていただきたいというふうに思います。今回3月、29日に決まったということで、はい、時間がなかなか、実際にこう、雨が次の時期というのは6月ぐらいが想定されるんですけど、なかなか短い間でその住民にこうどういうふうに浸透させていくかというのは、一つの課題だと思うんですけど、そうですね、その部分はこう浸透できるというふうにこう知事は お考えなんでしょうか。はい、浸透させていかなければならないというふうに思います。できるかできないかというよりも、もうとにかく皆さんに知っていただけなければならないということでありまして、今防災暮らし安心部の次長兼、広報官になりますけれども、の話にもありましたように、やはり、各市町村、県や市町村の広報誌、また、町内の回覧板といったことも大いにですね、活用させていただきながら、本当にすべての県民の皆さんに、ご理解いただけるようにできる限りのことをしていきたいと思います。まずもって本日皆様方からの周知をお願いしたいと思います。新しいガイドラインについては、もともと分かりやすくしようということで作られたんですけども、知事としてはその辺はどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。分かりやすさですか。そうですね、そのガイドラインをパッと見ましたときにですね、しっかりと読み込むと分かるんですけれども、ものすごく分かりやすいということではないかなというふうにもちょっと私なりにちょっと思ったところでありますので、先ほど受け止めについてのところで申し上げたんですけど、例えば警戒レベル3というのは高齢者等の避難開始とか、4では全員避難というふうにですね、ちょっと分かりやすくポイントをですね、分かりやすくして、皆さん、県民の皆さんにご理解いただくのが良いかなというふうに思っております。その県民に対しても、去年ですね、山形県内もやっぱりそういう最上地方とかですね、庄内地方でも大きな被害が出たんですけれども、こういったことを踏まえて、改めてこういった、新しいガイドラインという部分についてはどんなふうにこう理解してほしいというふうにこう呼びかけたいでしょうか。そうですね、案外山形県内は災害が少ないというふうに、思われている方が多いのではないかというふうに思っております。ですけれども、最近はですね、その近年は、もう全国的に、熊本なども地震以前はなかったというようなところも大きな地震に見舞われましたし、昨年の8月には本県で豪雨災害というものもあったわけであります。本当にいつ大きな災害が来るかわからないということでありますので、そのいつ災害が来てもとにかく最小限の被害で済ませるように、済ませることができるように、県民の皆さんのまずその防災意識の向上ですね、意識の向上と、そしてそのこの警戒レベル5段階の、警戒レベルというものが分かりやすく、分かりやすいものが作られましたので、これに従ってしっかりと生命を安全を守っていただけるように、県として、市町村や関係機関と連携して、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。先ほどなかなか個人的には分かりにくい部分は
なんかあったというふうに おっしゃってましたけども、はい、実際にはどういった部分がやっぱりそのように感じられたのか。分かりにくいというか、こうそうですね、ま、文章的になっておりますので、ま、案外長く書いてあるところがあるといいますかね、そういうところを簡潔にまとめて、そしてお知らせするのがいいのかなというふうに思っております。ありがとうございます。はいはい、それでは記者の皆さんからご質問をお願いいたします。毎日さん、すいません、毎日新聞の二村です。はい、よろしくお願いします。参議院選挙についてちょっと何点か、今年の夏のですね、はい、何点かお聞きさせてください。知事はですね、3月の この間の記者会見でですね、はい、参院選のまあスタンス、まあ、候補者が今、まあ、3人立候補している状況ですけれども、それについて その支援だとかですね、そうしたそのスタンスについては考えが全く及んでないというふうに発言されたと思います。はい、でまあ、もちろん今ですね、統一地方選の後半戦の最中なんですけれども、本日の午後にですね、県内の各市長さんのですね、有志が現職の自民現職の大沼瑞穂さんにですね、推薦状をまあ渡したりと、結構まあ県内の市長の自治体の市長の方はですね、結構自民 その政権与党とのパイプというところをすごく重視して、なんていうか推薦を渡している状況だというふうに今感じております。でそこで、まあ、知事のですね、やはり参院選のスタンスというのも注目 その一つだと思うんですけれども、改めてですね、知事 の支援のお考えというのはどうでしょうか。いや、全く前回と同じお答えしかできないという状況であります。まだちょっと、ま、何も考えが及んでいないという状況であります。でその、ま、考えが及んでいないということだと思うんですけれども、はい、ただその支援の、ま、スタンスについてですね、知事はですね、前回 その2016年の参議院選は、ま、政権を貫かれ、2013年の時は、ま、現職ですけれども船山康江参議院を、支援し、そして2010年にはですね、まあ、亡くなられましたけれども岸浩一さんの支援を表明した過去があったかと思います。で知事のですね、応援 そのスタンスの軸として、自ら支援して暮らした人たちへの恩返しということが支援を決める一つのポイントかなというふうに私は思ってるんですけれども、はい、まあ、今回の参議院選挙についてもですね、まだもちろん考えが及んでいないということは重々承知なんですけれども、例えばですね、こういったこう政権与党との例えばパイプだとか、それともまあ恩義なのか、それともこうまたですね、まあ、2013年の時のまあ TPP だったりとかですね、そういう政策的な問題とか、どういったその点をですね、そのまあ支援をするとする、そのまだ考えを及んでないにしても重視するポイントとしては何を挙げると考えですか。いや本当に、まあ、それも含めてちょっと今はまだ考えていない状況でございます。まあ、本当に市町村の、ね、議員区議長選挙でありましたり、議員さんの選挙ということが今真っ最中であります。まあ、そのことにちょっと今注目をしているところです。じゃあ最後1点なんですけれども、じゃあ今回のまあ参院選とはいっても、まあ大きな大型の国政選挙の、まあ、今年の一つの目玉は参院選だと思うんですけれども、はい、このまあ参院選の時に支援とかですね、どういったまあその形が支援とか支持だったりとかっていう形はまあ別にしてですね、それまあ支援をこうそもそも今回の参院選についても何らかの形ではその立場といいますか、どの候補を例えば支援したいとかですね、そういったことはどっかでは決めなきゃいけないなというお考えはあるのかというのと、あとはもしあるのであれば何月ぐらいめどに決めたいのかなというのはありますか。いやいや本当にまあまあ、いろいろな視点から今ご質問ございましたけれども、ちょっと今はまだ考えていないという、そういう、まあ、その一言でちょっと申し訳ありませんけれども、お答えするしかない状況であります。スタンスをこう決めなければいけないかとか、決めたいとかっていう気持ちもない。それも、まあ、
ないとかあるとかじゃなくて、まだちょっと考えが及んでいないという状況であります。まだ先のことですねという。はい、はい、ありがとうございます。はい、他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい、それではこれをもちまして記者会見を終了いたします。次回は来週23日火曜日、時間が15時からになります。よろしくお願いいたします。